これね、そろそろ爆竹の効果切れるんだな。もう一個投げて、もう一個に反応する間に行く。祭壇、祭殿、まあいけるっしょ、俺なら中級でいけると思うんだよな。いや、アジサイ横丁マジでむずかった。あれを超えてくることないと思ってる、勝手に。こーわ、帰ろっかな。え、めっちゃ綺麗こっち、バリダメージ受けてる。いやこの世の水は何もできん、全部怪我。お、何この新しいよ。はあ、めっちゃ回さなか。やば。何これ、全部襲ってくる。止まってるわ。でもまあまあまあ、うわ、やばいな、ここすごいぞ、ここ雨がすごいぞ。頑張ろう。お、初手。しかもこいつらのところから開いてたりせん、これ。すげえな。まあ左側から回っていきますか。なんか今光ってなかった？絶対やばいじゃん、絶対通ったらダメなやつやん、あれ。これがライトか。え、しかも向こうからしか入れなかったね、今。ここ汚れがやばい。うわー、マジか。うわー、マジか。うわー、やめよう。これね、締めていけばね、あいつらの時間稼ぎできるんだよ。あれ絶対やばいよね、通れる、もしかして気合で。あ、こっち行けるやん、まあね。え、でもあそこ触れたら死ぬな多分。お、いいよ、順調だね今のところは。扉は閉める、絶対に。扉は閉める、絶対に。撃ったら戻る、真ん中へじゃない。扉は驚きすぎて口の中に入ってた水分が全部喉に来た今。じゃあこっちから行きますか。まっすぐ行こうか。え、待って待って待って、汚れやばくない？うわぁ、なるほど、暗いせいでわからない。え、これ待って、無理。ここ降ってないな多分。このマップは無理じゃと思いきや、思いきや、罠じゃない？オッケー、罠じゃない？よし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 。しかも今回アイテムスロットプラス3あるからな。結構気にせず、じゃんじゃん持っていけるよ。アイテムスロットプラス3強いな。一回さ、見つかってみようかな、あれ。この部屋に結界張って。どうなるかだけ。体験しといた方がこれからの身のためにもなる気するんだけど、一旦漁るか。何こっち、あれ、これ通ってきたんですか。ん、違うな。あ、ほら、やっぱ一回ここさ、ここしかも長ーい。ここね、はい。うわっ、うわっ、お、早い、待って、めっちゃ早い、めっちゃ、うわ早い早い、え、
待って、あいつ起動させたらずっと動いてるこれ。やっちまったな。しかも向こう行ったあれずっと動いてんだ。やらかしたー。絶対起動しちゃいけないやつだったー。わあ結構いいね、いっぱい手に入る。お、なんかがいる。あー、リンリンかー。ここでリンリンはオアですね。これ絶対無理やもんな。これ完全な一本道だよ、ちなみに。って思うじゃん。て思うじゃん。はい、誰も死なない、死なない、あなたは死なない、あなたは死なない。穴を外していく。もう終わったねー。お、いいねー、やっと1個目の鍵か。まだマガタマも全然見つけれてないし、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 あーだるいし、これはうざいし、なんだこれし。あーラッキーだし、めっちゃコンパクだけ溜まっていく今回。こっちか。いやー狭、行けるとこ少な。ここちょっと、どっから入るのこれ。はバカなん。これはゲーマーの腕、これはゲーマーの腕が試されるパターン。開かないんですけど。しゃあないしゃあないしゃあない。いや意味が分からん。お前2個も並んでんだこれ。隠れられる場所さ、全然ないんだけど。びっくりした。来るの？来るの？彼来るの？こっち。やべ。もう一個ぐらい投げといてもいいかも。なんでバレんねえ。なんか捕まってない。よいしょあ足押すぞこいつ。ふぅ、じゃ通れる場所少ないって。ここのマップなんか狭くなってきたね次第に。これ気合でやっぱ、これゲームです。これゲームこれ。おいふざけんなよ。おし、似たような間取りだな。え、あ泣き女かと思った。あ、これ使ったことないから使ってみよう。何なんだろうねこれ。これ多分体力、火が1本増えるんじゃない。何これ。ついていく。
だからこれゴールに向かってくれる感じかな、もしかすると。あ、ぽくない？行ってる方向的に。だいたいゴール上の方にあったからな、今まで。みんな終わったわ。お前バッ、は？え？次で行こうか。おーさい！おーおい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 、こっちおいで、こっちおいで、こっちこっちこっち、こっちおいで。扉って意外と開くの遅いのね。行け。ちょ、こんな汚れの中行け。あ、しかもこいつ、これ花持ってるから汚れないわ。あ、待って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 、行かないで。あそこ一回止まったっけ、そこで。まがたま見っけたわ。ちょ、いろいろ漁ってから。おう、うわあ、どうしよっかな。食らってもいいか。頼む、マップだけは。霊媒体質は多分大丈夫です。開始の時のあれが増えるだけだもんね。うわあ、おい、4つあるの鍵。物が多いと開けにくい。手って書いてる。怖っ。あのお坊さんどこにいた？開いてて。こっちね。開けてあげようか。お、しかもあそこ漁れる。やばい。順調すぎてクリアできるけど。あ、これ使いたかったんだよな。あ、これ多分もうまっすぐ行けばゴールだよね。そうだよね。オッケー、ありがとう。多分ここがゴールだわ。違うんかい。ややこしいことしやがって。え、これほんまにゴール向かってる？これストップ、止まりなさい。しかもなんか左側ぶっ壊していってんだけど。止まりなさい。全然止まらずに行きやった。よし、これも多分汚れ減る感じかな。は？また会おう。また後で会おうな。あいつだけはマジで焼き殺してもいいな。こいつ一番嫌いかもしれん。出なかった、あぶねえ。今3発ぐらい不発だったわ。でもこっちから来られたら終わる。あぶな、あぶねえ。どこ行った、あいつ、あいつどこ行った。一応見とくか、こっちも。え、いなかったと思う。あ、まあ、入れるわ、最悪。うわぁ、ちょっと一回休憩だな。あ、ちょ、一回休憩して。うわぁ、おにぎり食いたい。こうして、一回休憩。あれ、何なんだろう、どこ向かってんだろうな。ゴールだと思ってたんだけど、向かってる先。こっち来んのはやばい。積んでるもん、こっち来られたら。俺今戦う手段ないんだよ。俺らここ通ってるな。多分。え？なんか定期的に近くにリスポーンすんのかな、あいつは。多分出れないよ。だから、しかも汚れの花がもうすぐ消えちゃう。まだ近くいるんですけど。鍵はいっぱいあるんだけどな。
鍵はあるんですけどね、鍵以外のものが軒並みないんですよ今。あー、いた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 。何してんだっけこれ。しかもこれ通ってるところだよな。なんかいる、なんかいる。あ、あー、さっきのやつかこれ。これ多分でも負けるな。え、あんなんさ、あんなとこ止まってられたら終わりじゃない普通に考えて。え、終わったかなこれ。どう見えないと思うけど。おー、え、でもさ、あそこ止まっていられたらもう無理じゃない、行けないけど。進めませんが先に。あいつ意外と高い声してるんだよな。なんかあんな仙人みたいな見た目してるくせにさ、鳴き声だけはマイケル・ジャクソンなんよ。これまたあつあそこにいたりしないよ。終わりだよ。ずっとあそこにいられたら何もできないよ。あ、さすがにいないか。え、お、終わってるくないこれ。絶対無理じゃね。絶対無理じゃないこれ。え、さっきのやつだよね。あいつあそこで見張りしてんだけど、右から回るしかないか。爆竹あるけどどうする。廊下めっちゃ長いんだよあれ。廊下長いから左脇にスンって投げてもね、爆竹そんなに継続時間がないから多分切れちゃう。また回り道するしかないな。おい、1000円ぐらい払ってあのポンコツ買っただけだって俺。どっか行ったしな、ほんであのポンコツ。こっちから回るか。いや、なんなら多分どっちからでも行けたんじゃないかこれ、ゴールに。だからあいつなんか右往左往してたんじゃないかな。多分こっちから繋がってると思うんだよね、上。おそらくだけど、行けると勝手に思い込む。お、あ、しかもヒョロニーいる。今俺攻撃手段がないからね。隠れる以外の攻撃手段俺持ってない今。鏡か。いや、いらないかな。その鏡取ろうとしたタイミングで地図なくなるのが一番怖いからね。ここさっき来たところか。なんだこの家くんだ。え？うわ。あ、これあれか。鍵の入った部屋だから四方八方鍵なんで。こっち回ってみるか。びっくりしたー。やばいここ。ちょっとあいつ暴れるとワンチャン来る。暴れてるとワンチャン来る。でも目の前にゴルニーいるから走れば最悪なんとかなる。もし来られても。ちょっと走るべき。オッケー、一回アンチ、一回アンチ。あー、怖すぎるアンチが。もうちょっと場所変えてくれんかな。オル兄さんや。お前こ、全部ぶち殺してるやん。一緒に来てくれん。さて、あと3個か。まあ、ちょっとここ拠点にするか、頑張ってな。ここ我の拠点ということで、ちょっと周り埋めておきましょうか。ここ私の拠点ね。これでさすがの方向音痴でもわかるだろう。オッケーオッケーオッケー。こんだけあればわかる、さすがに。使ってもいいかな。使ってもいいんじゃないか、こんだけ手に入ったんだったら。もうちょっと周り見て。2個あるしね、千里眼。使っていいな、この感じは。開けれるところだけ全部開けて探索し終えたら使おう。お、いいね。お、えー、ああ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 あ念には念をね。ふう。お、爆竹おにぎり。いいんじゃないかい。お、いらない。足りてる。売ろっかな、これ鍵。
売ればなんかになるもんね。とりあえず拳銃、使う。あっちに行くこと、あ、あるね。あれは違うな。向こう側に一箇所あるな。いや、下か。聞こえないから、あそこだ。あそこにしかないな。パッと見、まっすぐ行ったところね。オッケー。おお、ピストル結構手に入るな。うわ、こう、あぶね。これ触りたいけど、触ってるか、すでに。うわ、あぶね。反対から行こう。うわ、怖い。急に消えると怖い。これまっすぐ行ったところにあったね。これしかも取ってないね。いいよ。あれ？意外とゴルニーの方が行く感じね。あの手の化け物結構構造キモいよな。なかなかの構造してるよね。一回端の部屋見に行くか。うわ、ここか。さっきの見えたやつ。まあまあまあ、しゃあないね、これに関しては。変な音する。なんか変な音する。なんか動いたな。待って、バレた。カラカラしてない。なんかこれに、じゃ鍵売るか。あと2個あるもんね、鍵。全然。はい、 OKOK。 で、ちょっと待って、でも千里眼か、本当に買おう。よし、またあと400。ふう、なんか起動したよな、さっき。多分な。で、できるだけ早くゴールを目指そう。てか、まずコンパスすらまだゲットしてないんだよね、俺ね。上の方を目指すか、頑張って。鍵がいらないとかいう、この上ない安心感やばいわ。あれ？ゴールじゃね？あそこ上。うわーん、ま、びっくりした。まずい。使えなくなっちゃった。うわー、もうゴールやん。てかもうそこだよね、ゴールね。あれ？違うか。ゴールの方向ちゃう。やっちゃった。あいつ早い、あいつマジで早い。よっ、乗って、なあ。待って、泣き女いる、泣き女いる。水飲んでリラックスしてる場合じゃないこれ。いや、これ時間止めるやつ俺持ってないのか。多分俺だいぶ離れた場所来たな、これ。まあ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 、おにぎり、まあいいでしょう。まあこれはゴールの方向かっていくのが多分安牌かな。こっちね、千里眼使ってゴールの方向かっていきながら。え、もう使えってこっちゃんやん、これ。わっちゃんさ、使います。あきょんないる、あきょんないるけど、これさ、やってる最中さ、やってる最中さ、お、2個あるね。目が光ってるかどうかわかんねえんだよな。何これ、どうなってるこれ。え、行き止まり？は？え、行き止まりだな、これ。ま？あ、でもあっちの方に1個あるってことが分かっただけで、まあ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 、収穫って収穫だな。
泣き女が1個持ってんのかなあれ。え、行き止まり？めちゃくちゃ罠やん。ほんなら泣き女あれ横にあるやつなんだあれ。あれあれマガだよね。あれマガだよね。女さん持ってるな1個。いや欲しいなそれ。それ欲しいな。欲しいけど結構モロ刃の剣なんよな今。やめよ。もっと安全に取れ。待って俺さこれ気合で向こう行かなきゃいけない。終わってんだけど。これ当たんないよね。うわ待って確定で俺泣き女いるとこ行かなきゃいけんわこれ。バカかよ。見つかったら撃つしかない。え、だってそこ通らなきゃいけないよ俺。なんか出ろ。爆竹か。やべ。ちょうど切れちゃった。持ってるね。弾。うわぁ、最悪ここに隠れりゃいい。そこにいるんだよ。いや、いるけどさ。じゃない。そっか。え、こいつまだよくわかんないんだよな。これやってる最中は見つかんのかな。泣いてる間は多分大丈夫だよね。え、本当にマガタン持ってたか今。どこにあんのこれ。変にガンがあと2個あるから、まあ正味使ってもいいけど、方向的にこっちだよね。左からぐるーっと回って上に行かなきゃいけないっぽい。終わらせてくんねそれ。え、これ近目にいるとずっとララ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 言ってんのかな。え、待って、ある。あ、あるな。え、多分バレない。多分バレてない。そこで泣くな。お前お前そこで泣き続けるのだけは絶対やめてくれ。泣きながら戻っていった。結構索敵範囲広いね。まあ爆竹か無難に。爆竹2個ぐらい投げておく。戻ってはい戻ってねー。泣き女さんも戻って一回戻ってください。そこで泣き続けんのお前。嘘だろはぁ、お前そこで泣き続けんの。嘘じゃん。え、これど、待って、どうしたらいい。こっちで爆竹来るしかないかな。こうして遅いんよな泣き女マジで。これねそろそろ爆竹の効果切れるんだな。もう一個投げて、もう一個に反応する間に行く。オッケー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 。バカねー。待ってやばい。オッケー回復した。あと1個なんだけどな。やばい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 。非常にまずい非常にまずい。
最悪やるしかないな。うわ二重苦。いや来ないと信じたい。いやここ雨がやばい。雨がまずいっす。あやばいか。入ってきた。くっそ。めちゃめちゃ外に来たんだけど。これ車が舐めて、待ってここめっちゃ足取りが。待てよ、どこにある。あそこじゃん、目の前だ。あしかも壊してくれてる。なんか動いてんだけど、マジで。いや無理だ、終わった、これ絶対無理だ。なんとかなったかな。こっちでコンパス。あっぶね、全然見えてなかった今。こっち、もうこれ兵糧丸全部使っていこう。落とされんだけど、こっち渡って通ってこっちね。そろそろ千里眼切れるから、もう一回千里眼飲んで、もう一個あるよね。ないわー、マジか。もう一個あると思い込んでたわ。しかもマップもなくなっちゃった。どこだこれ、俺今どこにいるんだろう。こっちいないから、今のうちに走るべきだよな絶対ね。来ちゃった。あーでも報酬できる。結構もうこれはゴール走る方がいいかな。あんまり漁ってる暇ないね。こっちだけど、これさ右側確か行けなかったよね。右側から行こうとしたら、謎の一本道で通れなかったよね。左からぐるっと回って上登るしかねえんだな。マジで迷路じゃん、これ。12発か。12発かっつっても、これがちゃんと起動するかわかんないからな。起動するんであれば、あと2発。さすがに触ってるね。まっすぐ、まっすぐ。おお、いたのかお前ここに。これ右でしょ。やっぱそうだよね、こいつゴール目指すんだよなこの感じ。なんかここで大暴れしてた人がいたらしいね。ゴールじゃない、待って、いける。クソ、待って、いけんのかこれ、いける、これ何も出てこない。いけたー、やったー。アジサイ横丁むずすぎるやろー。アジサイ横丁がドタバタメダルゲットした。チー、もっと褒めるべきだと思います。俺マジで褒めたら伸びるタイプの人間だからさ。やめよっか今日ここで。銃まだ持ってたよね。俺、結構戦い方覚えたよ。お前、ちょっと待って、あー、オッケー、わかった。ビビらないね、みんな。絶対に怖がらない。一個一つ声を上げない。それで行こう。走ってろ、なんなら。あ、あれ意外と。おほー、全然大丈夫だった。待っていたぞ。なんで？あんたは。よく、刺しこ刺すは首もぐはした人間に待っていたぞなんて言葉を吐けたな。あれほどの目にあっておきながらなお歩みを止めぬか。いやそれな。だったら何、また殺そうっての。
でも死ねないし出れないから行くしかないんだよね。ああ、今すぐ殺してしまいたいさ。お主は恵まれた立場にいながら、自分がこの世で最も不幸だと決め込んでいる。うん、だから死のうなどと簡単に吐き捨てる。うん、だが、殺そうにもそうはいかなくなったのだ。何？どういうこと？俺を神事として。神師様がお主と直に会いたいと仰せられた。オムゴールや。神師様が？神師様はもう先が長くはない。そんな折にお主が現れた。ああ、そういうことか。よりにもよってお主がだ。神師様の内心、うん、穏やかではあるまい。もともとこの子が神師様と入れ替わる予定だったのか。はあ、何を言ってるの。今にわかる。この奥で神師様にお会いすればな。どんな顔してんの神師様。ひなんか戻されたよ。おかえりなさい。ただいま。調子はいかがですか。紳士様とお会いするのですね。そう、広い天の湯平で紳士様までたどり着いたこと。ゴールでいいかな。それは間がつくまりの神のお導きによるものです。うん、紳士様にお会いすることはその呪いを解くための大きな意味を持つでしょう。そうだとしたら神様はなんで私と紳士様を引き合わせたいんでしょうね。紳士様にお会いすればでもそうわかるかもしれませんね。しぐれちゃんが紳士にならなかったから、あれ紳士になる予定だったんだよね。しぐれちゃんってならなかったから、紳士様は本当だったら世代交代だったのに交代してもらえずにずっとヒーヒーハーハー言いながら紳士を続けてんじゃないの。そうですか。もう一つ気になるんですが、10年前紳士を継承するための杯の儀式は失敗した。そして先代紳士様は霊病で眠っていました。だとしたら今の紳士様って一体誰なんでしょう。先々代が紳士やってんのまだ。この10年の前にもう一度杯の儀式が行われたんでしょうか。いいお母さん、もしかして儀式を受けたのはしぐれさんが最後です。だったらなおさらわかりません。お母さんじゃねえの紳士様。今の紳士様って一体。そうですね。ほら、それもお会いすればわかるでしょう。お会いすればわかるとか言ってくるんだもん。ヤクモさん。ヤクモさんお父さんで紳士様がお母さんなんじゃないの。ヤクモさんならきっと本当のこと知ってるんじゃないんですか。大事なことというのは語るべき人が語るべきタイミングで語るものです。そうですか。ただ私からお話しできることでしたら。おお、頼む。しましょう。全部言ってくれ。当代紳士様は歴代の中でも特別お体が弱い方です。やつは紳士の中でも最弱。近頃はめっきり力も衰え、天の湯平の汚れは濃くなる一方。じゃあそんなやばい汚れの中、しずくちゃんとあのおじさんはめちゃめちゃタフなんやね。うちよりもその影響が出始めています。あ、そうなの。役目を終える日も近いでしょう。うちよりも影響が出てるんだ。それでも間がつくまりの神の威力を体現するお方には変わりありません。お会いするときは、はーい、お役に立てればいいのです。な、忍者。このカルタと空きカルタスロット一つ封じられたこのカルタと空きカルタスロット一つ封じられたカルタ一つにつき徘徊者の 8% ずつ減少する。そんな欲しいわけじゃないな。二丁拳銃所持して開始する。アーカイブの出現率が上昇。あ、これランダムなんだ。時給 400L。 おー、結構強いねこれ。ちょっと欲しいけど、でも今の俺のカルタスロットまあまあな強カードだと思うんだよなこれ。強くない？1500所持した状態でスタート。マップ見える大きなカバン、これまあまあじゃない。結構使えると思うんだよねこのメンツ。しばらくこいつらレギュラーで頑張ろう。お、エスプレッソ追加された。スタミナ回復速度がわずかに上昇する。絶対さ、これコンパク手に入る量が多い方が良くない？これ多分コンパクが一番強い気するんだよな、なんだかんだ。で今回も5カメは飛ばせませんと。
これ飛ばせない？これ本当に飛ばせないの？どのボタン押しても飛ばせないんだけど、これ。あ、飛ばせたわ。ということで次回は行方知れずの風穴行きましょうか。まあ、今回はここで終わっとこう。ちょっと疲労がすごいわ。喉がもう完全に汚れてる今。そろそろ浄化してくれないと。で、これはちなみに、これなんだ。これなんなの？これわかんないけど、まあなんか意味はあるんでしょう。ということで今日はこの辺で終わりますか。